皆さん、こんにちは。立憲民主党の蓮舫参院議員は2024年4月22日、自身の X を更新し、衆院東京15区補選に出馬している特定の候補者とその陣営が他の陣営への妨害行為を続けていることを念頭に、立民の候補者の陣営でも妨害にあったことを報告しました。蓮舫氏は21日の投稿で、立候補している他の候補者と陣営から凱旋カーで追いかけられ誹謗中傷された上、止めた私たちの車の窓を激しく叩かれ、その動画を撮られる選挙妨害に遭いましたが負けませんと記していました。しかしこの日、その投稿を引用しながら、我が陣営他の候補者にも同じような選挙妨害を行っているとのことですと指摘しました。私たちは昨日、地元の警察署前で凱旋車を止め、スタッフが警察署に駆け込み相談をしている間に、この人たちに車の窓を叩かれ、暴言を浴びせられ、動画を撮られていました。警察の対応が遅くて怖かったですと指摘し、でも負けないとポストしました。さて、こんな興味深い調査が行われました。題して、引退してほしい女性政治家ランキングです。女性1000人が選ぶ嫌われ政治家ということで、舌鋒鋭い蓮舫氏に辻元清美氏、差別発言の杉田水脈氏、手つなぎ不倫の今井絵理子氏など、野党ゆえに批判的な姿が目立っていました。結果として、今回取り上げている蓮舫氏は何位だったのでしょうか。調べてみたところ、結果は第3位でした。第4位に同じ立憲民主党の辻元清美参議院議員がランクインしています。どのような感想が寄せられたのか見てみましょう。うるさく騒ぐだけで解決策を提示しないイメージ、他者の問題は舌鋒鋭く責めるくせに自らの問題には知らん顔すると辛辣な声が上がっていました。テレビタレント出身である分、自分の見せ方は上手なはずです。しかし、このようなランキングに名前が出てしまうのは、やはり辻元さん同様、野党であるがゆえというのも一つの理由でしょう。国会では皮肉屋の嫌なやつという役割を担い演じている部分もあるかもしれません。あるいは本当の姿なのでしょうか。しかし、実はこのランキングで意外な結果が得られました。それは、政治への無関心さのためか、当てはまる人はいないが最多になったのです。実は今回のアンケートで最も多かった意見は、当てはまる人はいないで338票を集めました。誰が当選しようが引退しようが変わらないからと諦めモードの意見が多数の中、日本のために皆頑張っていると思うので引退してほしい人はいないと励ましの声も一部には見られました。選挙のたびに永田町では、政治的能力はないが当選できる確率の高い有名タレントを担ぐべきか、それとも無名だが本当に政治をやりたい人を推すべきか議論になります。このようなランキングに名が出るのは有名な人ばかりですが、国会議員になったからには国民の夢を託されているのだから覚悟が必要でしょう。それを忘れてはいけません。かつてはメッシ方向という言葉が使われていましたが、残念な限りです。ところで、立憲民主党の蓮舫参院議員が2022年9月16日ツイッターに新規投稿した内容は次の通りです。ニュースキャスター時代に自民党官房長官から受けたご婦人発言を回想しました。蓮舫氏は元 TBS の小島恵子アナウンサーの投稿を引用し、次のように論じました。小島アナはすでに個人となったある男性政治家と仕事で同席した時のこととして、女性は仕事をしない方がいいと面と向かって言われたことがあるなどとツイートしました。蓮舫氏はこの投稿を引用し、私がニュースキャスターで国会取材をしている時、大変知名度も高く能力も評価されていた自民党官房長官にマイクを向け質問すると、ご婦人が政治に口を出さない方がいいと言われたことがあります、何言ってるのか理解すらできませんでしたがとツイートしました。そんな蓮舫氏に向かってある投稿をした人物が物議を醸しています。蓮舫氏出自偽った女工作員と琉大准教授が中傷投稿をしたことがかつて問題になりました。琉球大学の工学部に勤務する40代の男性准教授が短文投稿サイトツイッターに民進党の蓮舫代表を女工作員などと中傷する投稿をしていたことが2016年9月21日までに報じられました。投稿は民進党代表選前の14日付で、
すでに削除されていました。同大は20日付で男性准教授を口頭で注意し、投稿を削除するように指導したといいます。投稿は蓮舫氏が台湾籍を保持していたことに触れ、同氏を羊を偽り大臣まで務めた女工作員などと中傷しています。投稿は20日に男性准教授が自らツイッターのアカウントとともに削除しており、現在は閲覧できない状態になっています。男性准教授は琉球新報の取材に、蓮舫氏が自身の国籍を偽っていることを批判する投稿で、台湾人に対する人種差別は意図していなかったとしながらも、人種差別と受け止められる表現をしたことは反省していると述べました。女工作員という表現を使ったことには、同氏が日本の国益を損ねていることを批判しようとして使ってしまったと話しました。同大は20日に外部からの指摘で投稿の存在を知り、同日に工学部長を通して投稿を削除するよう男性准教授を指導したといいます。同大広報室はヘイトスピーチ対策法に抵触する恐れがあったため削除するように指導したと話していました。岸田文雄首相の長男で政務担当の首相秘書官を務めていた岸田翔太郎氏が2022年末に首相公邸で忘年会を開き、その際品格を招く公的なスペースなどで写真撮影に興じていたと報じられたことがあります。2023年5月24日の文春オンラインによると、岸田家の親戚10人以上が首相公邸に集まり、忘年会が開かれたといいます。岸田首相の甥が赤絨毯の敷かれた階段に寝そべっている写真や、閣僚がひな壇に並ぶ様子を真似した写真もありました。岸田首相は25日記者団に対して、報道されているようなこと行為については適切さを欠くものであり、国民の皆さんの不信を買うようなことであるならば、これは誠に遺憾なことだと本人に厳しく注意したと述べました。一方で更迭や処分については明言をこの時は避けていました。同月25日には松野博一官房長官もこのどんちゃん騒ぎについて言及しました。総理の迎賓機能、執務機能を有する公的なスペースにおいて、今回報道にあるような行為があったことについては、総理は報道により認識したため、事実関係を確認の上厳しく注意をされたと聞いていますとしています。この不祥事に野党からは厳しい意見が相次いでいました。批判の声を上げた一人が記者団の取材にこう答えた立憲民主党の蓮舫参院議員です。年末に赤絨毯に寝転ぶとか、あるいは総理の秘書官が親族にそれを許して忘年会を行う、お酒が入っていたかどうかは分かりませんけれども、これはやりすぎではないだろうかとしています。しかし SNS では蓮舫議員についてこんな指摘も相次いでいました。蓮舫って議事堂でグラビアみたいなの撮ってなかったっけ。蓮舫も国会議事堂内でファッション誌のグラビア撮影してたし叩けないだろうな。蓮舫だって国会内でグラビア写真撮ってたし平気平気。実は2010年蓮舫議員はファッション誌ボーグ日本のグラビア撮影を国会議事堂内で行ったことがあり、当時は国務大臣であったことから大問題となったことがあります。 J キャストニュースの当時の報道によると、蓮舫事務所から参議院事務局の広報課に議員活動として撮影の申請があり、許可を出したものの、記事は服のブランド名や価格が書かれた宣伝色の強い内容だったとしています。広報課の担当者は、こうした写真と分かっていれば許可しませんでしたと同メディアに対して答えていたそうです。イタリアのブランドバレンティノのスーツなど、トータルおよそ300万円の衣装で全身を着飾った蓮舫議員でしたが、この時参院議長から注意を受けています。翔太郎秘書官への批判のトーンが高くなるのも、過去の自らの黒歴史への反省ゆえだったのでしょうか。2011年9月4日付の新聞赤旗で次のようなスクープが報じられます。野田首相、前原政調会長、蓮舫行札担当相が脱税絡み企業から献金を受けていたというのです。市場では返したで済まない、資金提供の経緯の説明をという論調で批判されていました。当時野田佳彦内閣が発足しましたが、野田首相、蓮舫行政刷新、少子化、公務員制度担当相と政権を支える民主党の前原誠司政調会長には問題企業からの資金提供問題が横たわっていました。それぞれ返金したなどと釈明していますが、それでは済まされないことだとしています。
巨額脱税事件で有罪判決を受けた人物の関係企業から野田首相が80万円、蓮舫氏が120万円、前原氏が100万円の資金提供を受けていました。前原氏はこの人物について6、7年前からの知人を介して知り合ったと述べ、この知人を野田、蓮舫両氏にも紹介したと明らかにしています。この問題企業からの献金が明らかになった発端は、前原氏の関連政治団体前原政治東京後援会が2009年4月に開いた政治資金パーティーをめぐる虚偽記載でした。50万円分のパーティー券を実際に購入したのは東京都千代田区のコンサルタント会社メディア21ですが、政治資金収支報告書には会社名もその代表者名も全く違う記載でした。メディア社の取締役を2008年12月1日に辞任するまで務めていた実質的経営者は、2004年5月競馬予想の情報提供会社 UFJ の巨額脱税事件で逮捕され、有罪判決を受けた経歴の持ち主です。また1988年には暴力団後藤組関係者に対する覚醒剤事犯集中取締りを実施していた静岡県富士宮署によって暴力団員とともに逮捕されたこともあります。前原氏は2011年3月2日夜、収支報告書への虚偽記載が明らかになった際、事務所の誤認による記載ミス、会社名が事務所の名簿になく、パソコンで検索した画面の一つをそのまま記載してしまったと弁明しました。しかし、会社名は千葉県四街道市の類似した名前の映像制作会社で、代表者名は東京都港区の同じく類似した名前の会社の代表者でした。会社名、代表者名を混在して虚偽記載するというのは、いかにも不自然で、実際の購入者名を隠すためではなかったのか、との疑惑が指摘されていました。前原氏は今回民主党代表選の出馬会見で外国人献金について釈明しました。その際、過去に脱税事件に関与した人物の関係会社から献金を受けていた問題はすでに返金を済ませている、初めて会う人に国籍はどちらですか、元暴力団ですかとはいちいち聞かないと述べました。しかし資金提供の経緯など背景に関する説明がなければ疑惑は深まるばかりで、説明責任を果たしたとは言えません。野田氏、蓮舫氏とも国会で道義的観点から返金したなどとしていますが、説明責任が求められていますと論じられていました。いかがだったでしょうか。今回は蓮舫氏にまつわる様々な情報を集めてみました。もはや蓮舫氏自身気づいていないのかもしれませんが、ご自身の発する発言のほとんどがブーメランとして戻ってくることで有名となっています。ここがまさに他人に厳しく自身に甘いと指摘される点なのです。しかしこのことについて一向に改善される余地がありません。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。